はい、ユッキーです。今回は、タバコ動画ね、久々にやっていきたいと思います。今回は、謎のね、初めて見た、これはサファイアバージニア S ってやつですね。これは会社がどこだ、わからん、どこの会社かはわからん。これはタールが1ミリ、ニコチンが0.1ミリのタバコです。これね、メンソールだと思います。なんかね、初めて見ましたね、このタバコね。こんなん、こんなんあったっけって、ね、感じなんですけど。いきたいと思います。これは バージニアシリーズか、バージニア S シリーズ。こちら値段が450円だったかな。これの6ミリもあるみたいです。うん、まあ、程よくメンソール。バージニア S ソフィア、あんまりタバコ感もないんで、うん、なんか似たようなのがあるんですよね。バージニア S ワンメンソールっていうのもあるんですけど、細巻きタバコですね。細巻きの、同じ会社から出ている、あ、これ外国のタバコですけど、外国のあれです。まあ、非常に、よく似たので、確か、似たようなのあったよ。ピアニッシモか。ピアニッシモシリーズの、俺が好きなピアニッシモアリアメンソール1ってやつと、すっごいパッケージが被ってるんですよ。ものすごい似てるんですよ。バージニア S ソフィア1ってやつ、違う、バージニア S1 メンソールってやつがものすごくパクリじゃないかっていうレベル、まあ、どっちがパクったんだか分かりません。あんまりタバコ感も、まあ、なくて、1ミリらしい、うん、タバコって感じかな。メンソールのタバコで1ミリのタバコを最近吸ってるんですけれど、メンソールばっかり強い
タバコあるんですよ。ものすごいメンソールが強いっていうタイプのタバコは結構多いんですけど、これは全然メンソール感はそんなにないですね。あ、弱い。メンソール感が弱いんで、ちゃんとタバコの味は感じられる。もうね、1ミリでね、メンソールだとね、大体もうメンソールの味しかしねえみたいな感じ。スースーばっかりして、タバコの味全然しないっていうパターンが多いんですけど、これは、そんなことなく。なんだこれ？ラークから新しいの出てるっぽいですね。ラークスマートプラスメンソール。ワンボックス。ああ。タバコの味はメンソールが強くて覚えていません。やっぱなんかね、メンソールの強いやつがね、いっぱいあるんです。なんでもかんでもメンソール強いがいいっていうもんでもない。1日1本も吸ってないですね。1週間に今1本ぐらいか1週間に1本ぐらいしか吸ってないんですけど、はい、本当に1週間に1本ぐらいしか吸わないです。なんでまあまたタバコのやめ時に入ったかなっていう感じはしますけど、今度このバージニアのこれの同じ会社のバージニア S1 メンソールっていうのを買ってみたいと思います。なんだ1ミリの細いタイプのタバコらしい、それもちょっと買ってみようかなと思います。1ミリのタバコは一番ね個人的に合ってる。これはまあ、4つ星ってとこかな。ご視聴ありがとうございました。